あ、マイクのテスト中。あ、あ。はい、どうも皆さんお疲れ様です。おじさんです。夜の7時50分になりました。ただいまシャワーに入ってきて、すごいリラックスしようとしております。すごいリラックス。これね、これ買ってきました。シャワー入って、ちょっと反りすぎたな。ヒリヒリします。なんか、頭とか。最近ね、僕ここに老化を感じるんですよ。ここ。どうですか、中年の皆さんないですか、そういうの。ここが、ここにシワがすごい。なんか引っ張ったら戻ってこない。なんか鶏の、毛のない鶏みたいな。毛のない鶏の首みたい感じ。なんか、絶対老化してる。なんか若いとつるんぷるんってしてるじゃないですか。つるんぷるん、こうツン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 ってやってもぷよぷんぷんみたいな。顔はね大丈夫なんですよ。最近ちょっと太ってきたから結構そうだ、シミそばかさすごいけど、シワはそんなんでもない。ツンツン戻ってくる、弾力性あるんですよまだ顔にはね。だけどここが、なんか、前から気づいてた。なんかこうやって、髭剃るときとか、なんかね、弾力性がないんすよ、皮に。ボートックスですか首に入れないか、ボートックス。普通。やっぱりそういうのを仕事にしてる俳優さんとかが、女優さんとかがボートックスとか入れるの分かりますよね。だってこんな僕でも気になるんだもんだもんみたいな。なんかこう老化してるみたいな。そんなやっぱ見た目を仕事ね、商品にしてるような人はそう入れるでしょ。やっぱこういうとことか、こういうとこ打つ、ツンツンって多分切ったりとか切ったり貼ったり塗ったり。まあ、幸いなことで僕はそれが仕事じゃないんでよかったって感じなんですけど、だけど気になってる。なんかね、見てます。こうやってるは大丈夫だけど、こうやるとまあいいや。最近のおじさんの変わったことではそんな感じですね。老化、おじさんはなるべく自然体でいるっていうのがその心情なんで、可能な限りナチュラルでいようとしてます。ナチュラルなおじさん。薬も飲まずに。だけどまあ多分排気ガスでやられてると思う。薬を飲まない代わりに排気ガスが体に大量に侵入してると思います、多分ね。 NOX。 まあいいっす、しょうがないっす。それも人生かなと。で、今日はシャワー入ってきたんですけど、ここのトラックストップ初めて来たんですよ。なんて言ったかな、ダニングハンみたいな、そんな名前。ダニングハン違ったかな、全然違う。ダンカノンってとこにいます。あ、天気明日雨だな。天気意外と悪いです。今日は晴れ、明日は雨 40%、 日曜日曇り、月曜日雨、火曜日雨。天気悪いな。実はちょっとハイキング行こうとしてたんですよ。アパラシアントレイルに。そこなんです。なんか多分歩行者用の橋はないけど、路側帯を頑張って歩いて、車がビュンビュン走ってるところで渡れば、なんとかそのパーキングエリア、そういうトレイルに行くパーキングエリアまでたどり着けるんで、命がけで橋を渡って軽くハイキング行こうかなと考えてたんですけど、まあまあ天気予報なんでね、ちょっと様子見て考えます、どうするか。今日は金で、土日月か火曜なんですよ、ピックアップで。4日間あります。ダンカノンで4日間過ごそうとしてます。まあただ多分月曜日には出ると思う、1日早くね。でピックアップできれば
おとといまで余裕あるんで、うん、慌てずいける、そう考えてます。まあまあとにかく今日はまあこれ食べてゆっくりして明日起きて考えようかなと思ってます。うん、なんかのあとここで気づいたのは、ちょっとそのパーキングエリア、この川の木がこう立ってるところの端っこに止めちゃったんですよ。場所はいい、最適、最高、有料スペースだけど、その木がこうかかってるんで、まだ葉っぱはないんですけど、スターリンクが微妙に途切れ途切れ、ほんと弱いんですよ、木とかにはね。スターリンクはほんと空がちゃんと見えてないと、葉っぱとかがこうなってても、まず無理なんですよ。雨とか雲とかは全然通すんですよ、電波。すごい雲とかすごい雨もそこそこ大丈夫だけど、葉っぱとか木とかがこうかかっちゃうと、もう全部ブロックされちゃってダメなんですよ。まあ、ただ幸いなことにまだ葉っぱがついてない木だけなんで、多少来てます。だからたまに切れるけど、まだ実用できる、実用っていうか、その使うことはできるくらいは来てますね。ただ夏とかにここに止めたらもう来ないですね、電波ね、多分ね。やっぱ鈍い感じです。ちょっとスターリンクの接続状況見てみましょうか。来ない。来ないです。止まってます。あ、来た。すっごい鈍い。3メガ BPS しか出てないです。あ、上がってきた。6。アップロード3メガ。やばい遅さ。お、なんか隣に来たぞ、なんかが。隣になんか入ってきました。箱車が。アップロードが早い。アップロード8。まあただベライゾンはそこそこ早い。安定してて。だからまあ、そういう強みね。いろんなプロバイダーを持っとくっていう。やっぱすごいブロックされてる。エラー出てます。 AT&T はそんなに速くない。ベライズンはここまあまあですね。途切れ途切れになってます。ちょっとベライズンに変えてスピードチェックしてみましょうか。そっちのコンピューターベライズンなんですよ。スピードテスト、ベライズン。まあ、そんなすごく速くはないけど、まあまあそこそこ、26メガ BPS。 アップロードは15。まあベライゾンなんでね、周りのトラックの人がベライゾンとか使うと微妙にスピード変わってくるんで、さっきよりちょっと遅くなってる。でまあそのぐらいあれば OK。 トラックなんで、まあ我慢しましょう。我慢できる程度。変えます。ラウティングを。やっぱシグナルクオリティが非常に悪いですね。ほら映ってるでしょ、こんな感じ。普通は調子いい時はここがビーっていいんですよ。ちょっと見てみましょうか。
この24 hours とかで、ね、こんな感じね。ほら電波がちゃんと来てるところに行って、大体 100% のところにちょっと下がったりする、こういう感じなんですよ。ただここに来てからこれ、ほらこれでしょ、今日来たの、うん、オブストラクション、木がブロックしてます。そんな感じ、木にブロックされちゃってます。はい、あとここのトラックストップで気づいたのは、小さいんですよ。だけどシャワールームは結構清潔、うん、古いけど清潔みたいな、それ系ちゃんと掃除されてる。あとね、シャワーの水の出がいい、お湯で、あとお湯の温度がすごい一定で、そのシャワー入ってああよかった入ったーっていう、そういう気持ちいいシャワーです、ここのトラックストップは。それをご報告させていただきます。ダンカノンPA で、この一つ前に入ったのはおじさんの家から一番近いトラックストップで、キャッスル・オン・ザ・ハドソンってところなんですけど、そこのトラックストップはちょっと問題ありっていうか、まあ清潔度はここよりちょっと悪いぐらい、まあ我慢できるけど清潔度はここよりちょっと低いで、シャワーも狭いで、それだけならいいんだけど、プラスお湯がダメなんですよ、あそこぬるいキャッスル・オン・ザ・ハドソンのパイロットのシャワー使ったことある人なら分かると思うけど、ぬるいんすよ。でぬるくて、しかもなんかね、たまに急に熱くなるなんかだいたいぬるいのが出てんだけど、なんかね、たまにガカガカガカガとか言って、シャワーのなんか頑張ってる水道っていうか、ホットウォーターヒーターみたいなのがガガガガガっていって、やけどするが熱くなるんですよ、急に10秒ぐらいだから、このシャワー入ってて最近気づいた、だからガガガガって熱くなってきたら避けるシャワーやっぱ熱々みたいな、でこうまた冷えてきたら10秒ぐらいしてぬるくなってきたら、こうまたシャワーみたいな、なんか問題ありますね、ウォーターヒーター。あ、今んとこ治ってないですね、いつもそういう感じ、ここずっと、うん、まあいずれ治ると思うんすけど、あと 2,3 年したら多分2,3 だけど苦情とかないんだろうなと思ってね、誰も言わないんだろうな、しょうがないみたいな、ホテルの部屋のシャワールームじゃないんでね、うん、それがおじさんからのアドバイスです。気をつけてください、やけどしないように、その NY のパイロットね。でそれと比較すると、ここのはその施設的にはほとんど一緒、プラスちょっと清潔度がアップなんですけど、お湯がいい、うん、水もケチってないし、いい、すごくいいです、うん、あとこのサブウェイのサンドイッチが、そのフットロングって言って12インチでチキン入ってる、おじさんの好きなベーシックなやつ頼んだんですけど、$9、安いです。なんかキューブ見てたら、なんか都会の方のサブウェイに行くと、まずティップも取られる、ティップもなし、ここね、そのなんかそういう都会とか行くと、サブウェイサンドイッチこれ1個買うと、これだけで18ドルぐらいするエリアがあるらしいんですよ。18ドルですよ、2000円、倍倍プラスティップ、18ドル税前って言ってた、これ税込みで9ドルちょいで、そこの文句言ってた人の住んでる都会は税前で18ドルで、それに税金と、あとはティップね、なんか 15%、25%、30% みたいな、25ドルぐらいいくでしょ多分、物価はここ安いっす、いいっす、でそういうベギングカルチャーもないっす、ここにはベギングカルチャーPA ダンカノンの皆さんはプライド持ってます、仕事に。ほんとね、それに感動してます、感動っていうか、ほっとしてます。昔ながらのアメリカ素晴らしいっていう、はい、ということで食べます、ますね、じゃじゃん、フットロン、じゃじゃん、
美味しそうでしょ。今日はねイタリアンブレッドにプロボロンチーズでチキン、ロテサリーチキンとグリーンペッパーズ、オニオンズ、レタス、あとはペッパーオンリー、塩も振ってもらってないです。なぜかというとこれ買ったんですよ、またシーソネル、おじさんのお好みソルト、なんかこのハーブが入ったソルトで、昔買ったのがあったんですよ。でずっと使ってたけどだいぶ減ってきて、賞味期限も3年ぐらい過ぎてたんで3年、だからアマゾンで買いました、新しいやつ、新鮮なやつ、賞味期限2028年まで、2028年の12月までなんで4年あります。これはましょうか、賞味期限が分かるようにね、いきます。うっ、おお、いい香りで、これを自分好みに振って食べようと思って、塩は振ってもらわなかったです。そういうことね、そういうことです。よいしょ、じゃあ食べます。あとここはね残念ながらシャワーじゃない、洗濯場がない、まあ、ただ洗濯下着類は多分あと1週間ぐらい分はあるんで持つんでいいんですけど、もしあればたまる前に したい派なんで、僕はしようかなと思ったんですけどないっす、だから洗濯はできない。ここはい、いただきます。うん、野菜がたっぷりで美味しい、うん、うん、ここのトラックストップはその小さくて多分静かじゃないかなと思って来たんですよ。まあお客様にも近いし、一番でラブリーなトラックストップです。うん、悪くない、まあ、ちょっと不便だけどね、街とかもないようなとこなんですよ。まあそこにちょっとちっちゃい街あるけど、檀家のすっごいちっちゃい街だけど、そのレンタカー会社とかはないから、時間とかがあればレンタカーとかがトラックストップのそばとかあったりするんですよ。そうすればそこまで行ってレンタカーしてちょっと様子ましたりとかもできるんですけど、それはできないですね、ここね。まあエンタープライズが多分こっから30分ぐらいのところにあるから、頼めば迎えに来てくれるかもしれないけど、うん、それも考えたんですよ、レンタカーもいいかなって。だけど今回4日でしょ、3日実質3日で、雨も降るし借りてどっか行くような感じでもないんで多分借りないです。ただもうちょっと時間あって1週間とかね、で天気とか良かったら借りたら、この辺りとかって結構そういうアトラクションっていうか、その僕の場合はその散歩トレイル散歩、日帰りのね、そういうのできるエリアたくさんあるんですよ。川見たりとか、あでも川はそこから見れますね、落ちないように明日チェックしてみよう。あそういうことができるからいいっす。 PA の田舎はいいっす。ケンズイントアベニューとは違います失礼だと思ってケンズイントアベニュー、あのやばいとこはい、ここはほんとね田舎は全然いいって話。
ダメだ、いい感じ。おやつも食べようかな。おやつっていうかポテチ付け合わせね。サンドイッチの基本付け合わせ、なんかお漬物みたい感じ、日本で言うと。